久保さん。まあよくあるご質問でございますね。かすあのやってダメだったらどうするんですかみたいな。じゃあやらなきゃいいんじゃないですかっていう <laughs>、まあ。まあ、あの、もう結論言いましょう。あの、やらなかったら何も変わる可能性はゼロですよと。今のままだったら今のままだし、何もやらなかったら可能性はゼロだよっていう。例えば、久保さんがマージャン店をやっていて変わる可能性はあったのか。 多分ゼロですマージャン店を V 字回復させることができたのか多分難しかったでしょう多分限りなくゼロに近かったと思いますもしマージャン店を V 字回復して売ることができたんだったらネットでやってなかっただろうし多分久保さんはこのままじゃ無理だなっていう判断したから新しいネットビジネスを始めたなんかなんかなんかしないと無理だなっていうことを悟ったと思います 例えば、じゃあコンビニのバイトをしていて人生が変えられますかうん。だからまあ別にその何も挑戦せず何も新しいことやらなくずっとコンビニのバイトし,しますかって話で。うん、その時間給で働くうん、それを続けますかと。時間の切り売りをしてお金を稼ぐっていうことを続けていたら、まあ無理ですね。うん。そう。 まあ、コンビニの時給が10万円になることってありえますどんなに頑張ってもコンビニの時給が10万円になることはないですね。でもビジネスを始めたらね、ビジネスをスタートしたら、えー、時給10万円にするかあの、できる可能性はありますよ。時給100万円でも。無限です。だけど、コンビニで決められたことをやってるんだったら、コンビニが決めた価格でやるしかない、金額でやるしかないですよね。 でも自分でビジネスするってことは、値札はいくらつけてもいいんですよ。それが自営業の特権じゃないですか。自分でビジネスをするっていう特権ですよ。僕の時間給は、そうですね。うん、100万円です。それでよかったらいいですよ。ができるんですよ。あとはここで100万円払ってもいいっていう人を集客できるっていうスキルと、あとはセールスできるスキルですよね。うん。これがあれば100万売れるじゃないですか。1時間でも。 まあ1時間100万取ってるコンサルもあるんでしょ世の中に普通に。うん。なんで、まあ、あのー、どこ、どこの世界で生きるかなんですよ。だから挑戦しない世界で生きることも別にいいし、それを否定し、全然それもいいと思うんですよ。うん。だから例えば、まあドラクエで言うならば、 あドラクエを買わないっていう人生もあるだろうし、ドラクエを買って、うん、ゲームをクリアしないっていう人生もあるだろうし、クリアするために頑張るっていう人生もあるだろうし、それは人それぞれですよね。うん。ただ、ただ、<laughs> あの、久保さんとか僕の動画を見てるんだったら挑戦しようよって話です。だってそれしか言ってないんだもん。やれやれし、億万長者合宿はもうありとあらゆること言ってますけど、まあ、結論やれし、やれなんで。<laughs> だやれっていう動画を見てるんだったら、やればいいじゃんっていう話で。いや見なきゃいいですよね。もはや。やらないんだったら。<laughs> うん。あのー、別にそのネットで稼ごうとかね、なんか新しいことやろうって思わない方がいいと思いますし、なんか好きなことやってればいいと思います。テレビ、テレビ見るとか、映画見るとか、こたつに入ってみかん食うとか、それでいいじゃないですか。紅白見るとか。僕はその人生が嫌なんで、年末もガリガリやりますし、 うん、他の人と違う人生を送りたいから、えー、他の人が挑戦しないことに挑戦する。ただそれだけです。だって他の人と違う人生を送りたいんだったら、他の人が挑戦しないことに挑戦するしかなくないですか逆に。あるんですかねうん。だからその結果を求めることを、もしも、うん、なんかやるんだったら、求人雑誌を見て、時給いくらですよっていう答えがある。 仕事内容はこうですよっていう、その世界で生きるしかないので、で、そこに不平不満言うし、こっちも不平不満言うんだったら、どこで生きるみたいな。<laughs> いや、どこで生きるよっていう話で、もう死ぬしかないじゃないですか。だから、どっかの世界では生きないといけないわけですよね。生きるんだったら。現実社会で生きんのか、ネットの世界で生きんのか、まあ何でもいいんですけど、うん、どこで生きますかと。 どこに住んで住みますかっていう。じゃあそのハワイに住んでる日本人を否定しますかああ。アメリカに住んでる日本人を否定しますか、えー日本。日本に住んでるアメリカ人を否定しますか。どこに住,む住もうが別に人の自由じゃないですか。<laughs> うん、だからまあ、結局、じゃあそのね。 僕すごいと思うんですけどにあの、コンビニのね、アルバイトって今、外国人の方多いじゃないですか。すごくないですか僕が中国行ってね、僕が中国行って中国のコンビニで働けって言われても、ようできんすよ。だからね、毎回すごいなと思いますね。なんか本当に、なんか僕タバコ買うんですけど、じゃあセブンスター10ミリ。理解できるんですよ。すげえな、みたいな。すごないですか うん、でも、最初は多分、言語を覚えるのも大変だったし、お客さんのね、接客、日本語でさ、言われるわけじゃないですか。僕、英語でなんか、ウェイウェイって言われたら、うん、何言ってんだこの人みたいになりますよ。でも、その人は、日本で働くっていうことを、挑戦を選んだだろうし、うん、だからすごいなと思いますよね。うん。はい、ということです。いってらっしゃい。